無投票での再選が決まった篠崎圭司さんは10月20日午後6時半から国際ホテルウーベで報告会を開き、支持者100人と漫才し喜びを分かち合いました。篠崎さんは同日午前9時半から山口宇部空港グラウンドで行われた出陣式で第一声を上げた後、中央部から東部をめぐり北部へ移動しました。最後は宇部市西部へと繰り出し、市内全24地区を回りました。午後5時に立候補の受付が締め切られ、無投票当選が決まりました。市民の方々からたくさんのご声をいただきました。直接いただくこともありますし、今は SNS で多くの市民の方がダイレクトで送られてくることもあります。厳しいお言葉を一つ一つありましたが、宇部市長が諦めてしまったらそこでおしまいだと、この問題をどうやったら解決できるのかというものをしっかりと今日市長も来てくれてますが、市職員の皆さんとできない理由を考えてではなく、どうやったらできるのかということを考えながら一つ一つの課題を乗り越えてまいりました。心がくじけそうな時も正直ありました。しかしそのような中、なぜ頑張れるかというと、応援してくださる方々、その励ましの言葉、メッセージ、そして直接のお言葉、こういうものがあるから私は4年間乗り越えてこれたというふうに考えています。今朝の出陣式ではこの4年間いろいろな成果が出てきたというお話もさせていただきましたが、これも決して私一人の力ではありません。多くの方々からアドバイスをいただく、また今日国会議員の皆様、また県外議員の皆様、国や県と連携したからこそできたこともありますし、関係団体の皆様、いろいろな施設の方々、そういう方からお声をいただけたからこそできた結果であるというふうに思います。成果は市長だけのものではありません。市全体の成果であります。一方でまだまだこの宇部市にもたくさんの課題があります。人口減少、福祉の問題、また救急医療の問題、いろいろな課題があります。しかし課題を課題として、これは自分のせいじゃない、あの人のせいだと言っても、この問題が解決するわけではありません。私が自身にそのさまざまな課題を受け止め、また市民の皆様のお力を借りながら、国や県の皆様のお力を借りながら乗り越えていく、これこそが2期目の私の大きなミッションであると思いますし、その先に新たな宇部市の可能性というものも開けてくる、その宇部市の新たな可能性というものは今日の出陣式でお話しさせていただきましたが、着々と芽が出てきています。これをしっかり伸ばしていくために、これから4年間さらに尽力して、この宇部市のために働きたいと思います。先ほど秘書課長が来まして、明日は10時早朝です。早速お言葉をいただきました。明日もいくつかもう競技が早速入ってまいりました。この競技を一つ一つ乗り越えていくことで、また成果を出していくことで、さらにはそれを今日山下区長さんはじめお越しいただいていますが、市議会議員の皆様にもしっかりとチェックをしていただいて、また足りない点はご提供をいただいて、より良い宇部市を作っていく、我々宇部市行政、宇部市の市議会、大きなゴールはより良い宇部市を作っていくことであります。そしてより良い宇部市を作って次世代につないでいく、我々が先人から受け継いできたものをしっかりと享受していくように、我々も次世代にしっかりとより良いものを渡していく、そんな仕事をこれから4年間さらに力を入れて取り組んでいきたいと思います。まだまだ正確不在の身でありますが、皆様のお力を借りながら、またさらに努力を重ねながら頑張っていきたいと思いますので、引き続きご指導ご鞭撻賜りますようよろしくお願いを申し上げます。市内にもいろいろとお力を貸していただける首長さん、今日朝には山口市長さん、山陽小田市長さん、峰市長さん来ていただきました。先ほどは豊富市長さんからも祝福をメッセージをいただきました。しっかりと市と市が連携をすることで、この山口県、この日本、もっともっと良くなると思います。その中心と、またその先陣に立たせていただいて、皆さんからまだまだ足りてなかったら背中を力強く押してください。一生懸命働いて、より良い飯を作ってまいる所存でございます。これからも